どうも、坂本龍一です。辺野古の問題。そもそも、なぜ基地が必要なのか。と言いますと、他の、対外的な国との、衝突というか、戦争の可能性があるということが前提になっていると思うんですけども、端的に言って僕は戦争というのは外交の失敗、あるいは外交努力の足りなさから起こると思います。十分に外交努力をしているのかと。と僕には十分にしているようには思えません。またその沖縄での基地という問題っていうのは、その日本だけの、外交政策だけではなくて、アメリカの、軍事戦略、世界的な軍事戦略というか、そういう意向も、とても大きいなと思いますけども、それは非常に専門的なことなので、僕にはよく分かりません。ただ、一般的なイメージとしては、アメリカも日本も、他のアジア諸国に対して非常に高圧的な、態度で臨んでいるという印象は強く持っています。仮に基地が必要だとして、なぜこれほどまでに沖縄県だけに過剰な負担をかけるのか。これは理解が難しいですけども、辺野古基地反対運動の中で、それを止めに来た、本土の機動隊員が同人と言ったそうですね。本当に未だに同人などという差別用語が、若い日本人の中で、頭の中にある、それが口から出てくるということで、非常に大きなショックを受けました。僕にはちょっと理解できないです。僕にはそういう感覚がないので理解できないんですけども、すぐに、思い浮かぶのは、例えば、南アフリカで長く続いたアパルトヘイトという、白人と黒人を分けるような、そういう政策、非常に長く続きましたけども、その反対運動で長く、牢屋に投獄されていた、マンデラ大統領が、その後、大統領になったわけですけども、そのような、それに似たような状態が、いまだにこの文明国、日本に、あると。で、それが、個人の中にそういう差別感情があるというのではなくて、国の政策として過剰な基地負担を沖縄県に押し付けるという、この不思議ですよね。これはその沖縄の人の問題ではなくて、もう100%本土の人間の問題だと思うので。おかしいと思う。我々はそういう政策を、自分の国の政府に、おかしいという意見を言わなければいけないし、変えさせていかなければいけないと思います。もう一つ辺野古の問題は、その辺野古一帯のその環境ですね。環境を守ることは、もちろんそこに生息する生物を守るということもありますけども、それは翻って自分たちの、人間という種、あるいはその日々の暮らし、これを守るということに当然つながっていきます。非常に大事なことで、僕はもともと90年代から、環境問題に強く関心を持ってきたんですけども、
まあ、20世紀はですね、大量生産、大量廃棄で、非常に大量の、ゴミを出してきた。それによってたくさんの被害が、もう本当に、数え切れないぐらいのいろいろな問題が生じてしまった。で、僕は21世紀は、そういう20世紀で出してしまったそういうゴミや害毒というものを少しずつきれいに掃除していく世紀にしなきゃいけないと思ってきましたし、今も強く思っていますけれども、なかなかそうはいかない。温暖化やプラスチックのゴミの問題や他のもの、農薬とかですね、他の問題もますます深刻になってきて、でとても戦争などをしている場合ではないと。もう温暖化の脅威もすぐそこまで、もう目の前に始まっていると思っていますので、今これは大げさではなくて、人類に戦争している暇も時間もお金もないと、もっと大きな人類の危機が迫っていると深刻に思っています。というわけで、まあいくつかの理由で、辺野古の基地建設には当然反対しています。